66号では65号で取り置きになっていたパーツと今回付属した右水平尾翼用のモーターをフレームに取り付けます。今回付属するパーツです。最初に65号で付属した左水平尾翼用モーターをフレームに取り付けます。フレームを裏に返しくぼみの部分と穴位置を合わせてはめ込みネジ LL で2箇所留めます。次に今回付属した右用のモーターを同じ要領でネジ MM で留めてください。これで左右の水平尾翼用のモーターがついて66号の作業は終了です。